こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッションタンバリン編。この動画ではタンバリンのアクセントの付け方について解説していきます。アクセントをつけることができますと、リズムのバリエーションがいろいろとできるようになりますので、ぜひマスターしてください。前回の動画ではタンバリンの振り方を3種類紹介しました。まずは肘から先を使って振る方法、次は手首を使って振る方法、最後に肘から先の腕を回転させて振る方法です。これらにそれぞれアクセントをつけていきます。わかりやすくするためにタンバリンを振るサイクルを 1,2,3,4 の4カウントで一つのサイクルとします。 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 といった具合です。では早速 1,2,3,4 の1にアクセントをつけていきます。タンバリンを振っていない方の手を、肩の高さ、だいたい首の前ぐらいに構えてあげて、振っているタンバリン、アクセントをつけたいタイミングで当ててあげます。タンバリンを当てる位置は、手のひらのだいたい真ん中あたり、生命線があるちょっと柔らかいところですね、肉のところです。この骨のところに当たってしまうと、下手すると骨折じゃないですけれども、これだけで軽くひびが入ってしまったりってことも、なきにしもあらずなので、この真ん中あたり、肉の柔らかいところに当てるようにします。では1にアクセント、ゆっくりから始めてだんだん速くやっていきます。 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 アクセントだからといって強く振ろうとしたり、強く叩こうとしなくて大丈夫です。あくまで、軽く振ってる流れの中で軽く当てる、これだけです。試しにちょっと強くアクセントっていうのをやってみます。こうなってしまうと、まず何より手がものすごく痛いっていうのと、音色もすごい汚い音になってしまいます。あとはリズムもブレブレで、安定しませんので、あくまで軽く軽く、振ってあげてください。では次は 1,2,3,4 の3にアクセントをつけましょう。 1,2,3,4では次は手首を使って振る奏法で1と3それぞれにアクセントをつけてみます。手首を使って振る場合はタンバリンの、移動距離が比較的小さいので、左右の手をですね、なるべく近づけてあげます。1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4
では回転させる奏法でもアクセントをつけてみましょう。回転させる奏法の場合はタンバリンのこの上の部分にこちらの手のひらが当たるように構えます。回転させる奏法の場合はこうジングルがとどまってないので、むしろゆっくりなテンポの方が難しいです。なのである程度速いテンポで、振って、アクセントをつけてみてください。では最後にタンバリンで一番よく使う演奏パターンを練習しましょう。ワン、ツー、スリー、フォーのサイクルを2回行って2回に1回ワンにアクセントをつけます。ワン、ツー、スリー、フォー、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 ワン、ツー、スリー、フォコツとしては、とにかく叩こうと思わずにあくまで振っている中で軽く当てる、これだけです。とにかくこの振る方が重要なので、いまいちリズムが安定しないなという場合はアクセントはつけずにこちらで、振る練習ですね、安定したリズムで、振れるように練習してみてください。はい、というわけで今回はタンバリンのアクセント1と3、いわゆる表拍というところに、つける練習をしてみました。次回以降の動画では、裏にもまたアクセントをつけていきます。こんな感じでパーカッションのレッスン、情報発信してますので、よかったらぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。